ルモンド氏に掲載された日本帝国一座のカルアザ。1867年隅田川老五郎、没年不詳は、幕末明治期の手品師、曲芸師である。江戸生まれ、日本で初めてパスポートを取得した人物である。アメリカ人のサーカス曲芸師、リチャード・リズリー・カーライルの誘いで、自身の一家4名と、 浜碇貞吉の一家7名と、松井菊次郎の一家5名らと伴いに、帝国日本芸人一座となった隅田川は、パリ万国博覧会出演を目指し渡米する。その際、慶応2年10月17日付で、江戸幕府の外国奉行から印象を取得した。これが、日本国旅券の第1号である。なお、日本国旅券には、神田与一町に住み年齢37歳。 新長五尺と記載されていた。一行は、リズリーをマネージャーに、慶応3年に1月からサンフランシスコをはじめ、全米各地を巡業し絶賛され、4月には、ジョンソン大統領にまで一見し、その後ニューヨーク市で6週間滞在、1867年には、パリ万国博覧会に出演し、3ヶ月フランスのパリに滞在、イギリスのロンドンで11週間の滞在をはじめ、 オランダ、スペイン、ポルトガルなど、ヨーロッパ各地を回り、ジャパニーズアクロバットブームを引き起こした。明治2年に、帰国。1875年に、フランス人に誘われ再び出国。帰国後は、三遊亭遊ぶせの名で寄せに出演した。紙で作った蝶をセンスで仰ぎ、自由に舞い遊ばせる技術、古蝶の舞を得意としていた。1867年1月9日、 サンフランシスコのアカデミー・オブ・ミュージックにてバタフライトリックを演じたことが記録に残っている。また、ルモンド氏の1867年11月23日号にイラスト入りで紹介されるなどパリでも称賛された。ありがとうございます。